からスローパッチステーションレンジローでございます。本編の前に皆様に重大なお知らせがございます。去年ですね、私エクストラミッションというものを11月から12月の間やらせていただきました。で、今回そちらのご報告になりますが、結構な期間が空いてしまって申し訳ございません。申し訳ございません。結果なんですけれども、まあ、4つ中2つ達成できました。本当にありがとうございます。動画に対するいいねと、そして色紙への応援メッセージ、これは無事達成できました。ですが残りの2つ、チャンネル登録者数とツイッターの方が僕の力不足で達成できませんでした。もう一つ一つカメラマンと編集とこだわって作ってはいたものの、もう一歩先があったんじゃないかなとか、これをこうしておけばよかったな、もっと面白いと思っていただけたのかなという反省がいろいろございますので、これからもまあ精進してもっともっと面白い動画を作っていきますので、応援よろしくお願いいたします。そしてですね、お知らせの部分では新 T シャツができました。本当にね、皆様のおかげで僕が入りました。ジャンさん、磯さん、ヨシキさん、僕というこの4人でスローパッチステーション盛り上げていこうといった感じで作っていただきました。そのエクストラミッション2つ達成したということで、20名様に新しい T シャツ、こちらですね、もう出来たてほやほやの新 T シャツをプレゼントさせていただきたいのですが、ポンさん、これは本当に僕の力不足っていうのは分かってるんです。本来であればマックス77名様だったじゃないですか。そこまでとは言わない、20枚のところを2枚お願い。1人でも、本当に少しの1人でも多くにこれをお渡ししたいです。よーしよしよしよし、はい、今現地取りましたということで、まあ、詳しい内容は概要欄のリンクを押していただいて、そこに必要事項を書いていただければ、あのこちらで抽選させていただいて22名様の方にお送りさせていただくといった感じになりますので、どしどし応募待ってます。以上がお知らせとなります。今後ともレンジローよろしくお願いいたします。では本編へどうぞ。What time is it now? はい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 、6時半過ぎですね。なんでこんな朝早いのかと言いますと、まあ、いつもはね、大体のお店は抽選じゃないですか。私今日行かせていただく楽園川崎店さん、並び順です。つまり行ったもん勝ち。そうだから、こんだけ早く集合しております。一応7時から配布開始なんですよ、抽選とか入場券を。まあ久々のカメラマン秀君、動画な打つだよね。そんなに決めてないというか、どうしようかな、マジで。え、何を、最近すげえ調子よくてなんかやったレールが打つ時が長かった。打つまでにちょっと前に打とうかなと思ったんですけども、寝台ラッシュがあったんですよね。で、本当に抽選番号も良くて、嬉しいことに全部取れてるんですよ。ガスクリニック、ボタン三世、日暮らしの泣く頃に彩りとっていう連チャンがあったので、レールガンを一旦抑えてましたと。さあ、一旦落ち着きました。行きましょうよ。あ、お鳴らし、ダメだ。ここね、はい、います。な、何目、いや、はあ、結構いらっしゃるわ。3分しか経ってない、もう152番。え、これもしかして普通の抽選機？どこ行きましょう。行きましょう。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。レジオです。よし、今日も一日頑張っていきますよ、アナゴさん。あー、やばい、だいぶ人気、だいぶ激戦してる、だいぶ激戦。失礼します、おはようございます、よろしくお願いします。あーちょっと、あ、嘘だやべだ、全部取られちゃってんだレールガン。マジか、もう無理だらさ、インデックスにするかな。ちょっとレールガン埋まってたんでインデックスにします。いやー、ダメか、だいぶ人気やね。
13連1万3590発持ち球の方が1万2000発くらいですね。よかった、もう自身初の最高記録。打ちてー、インデックス打ちてーけど今日もう打てねえか時間的に。明日のエルガン頑張ります。秋田県行ってきます。行くぞ、歯食いしばれ。抽選の前に皆さんもご報告でございます。いつも150から200ぐらいの戦いだったんですけど、今日多分200から250の戦いになってるんで、マジで引かなきゃいけない。本気出すか、抽選やりたくねー、やりたくねーけどやるわ。体は冷え冷え、抽選番号はあったかだほう。よし、頭おかしいわ。でもこうすることによっていい抽選番号が引けると知ってるから。ただね、何よりも救いがやっぱ長ズボン。これまで脱げって言われたら終わるよな。引きます、見ててください、お願いします。にぃなんかやばい叫んじゃった。あのいろいろ見せられないけどにぃこれおはようございます、よろしくお願いいたします。あったかい、あったかい。あらら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 、もうウイハルが、ウイハルがもう呼んでるもん。もうカードー、オーレの嫁ウイハル、ここの花飾りに水をかけてあげます。やったー、取れた取れた取れた、あーよかったー、寒い、頑張ります。おはようございます、学園都市第2位のレンジローです。すべてつながってる、もう頑張りが全てでその場に現れてる。自分で言うのもなんですけどね、もう右の方速攻で当たってるんで、いきます、1枚目。もういろ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 お話ししたいことがある。もうまずレールが打てたことに感謝、感謝します。でこうやって撮影させていただいていることに感謝、そして見ていただいている皆さんに感謝、全てに感謝します。勝ちたいとかね、出したいとかいっぱいあるけど、まずね嬉しいんですわレールが。はい、もういろいろねお話しさせていただきますけれども、まずスペックの方からね、239分の1とライトミドルタイプになって出てきました。ラッシュ突入率約 50% と呼ばれてますが、まあ、当たったうちの 50% でいくとかいうわけではなくて、まあ、イメージしやすいものでいうと時短突破型と思っていただければ大丈夫です。当たったうち 93% は時短突破になりますので、時短100回のうちに163分の1を引け、引いたらラッシュ入ります、継続率 80% になりますといった感じなんですけれども、中身163分の1とは言ってるんですけれども、まあ実際はねちょっとあのごちゃごちゃっとうじゃっとなってるらしいので、これは別に割愛させていただきます。僕もねあんまり理解できてないので、ただ確率で言うと163分の1を引いてラッシュに入れてねっていった感じになります。次に注目演出4つございまして、期待度低いものからお話しさせていただきますと、まず最初に最強三坂ゾーン、次に超電磁フリーズゾーン、そしてレールガンボタン、最後レベル5予告といった4つになります。で、なんといってもレベル5予告、これ僕自身まだ見たことないんですけれども 91% ございます。右打ちで見たことあるんですけど、右打ち中のあれはもう大当たり濃厚なので、で最強三坂ゾーン、こちらが 45% で、まあ、強いっちゃ強いけど、これ1つだとちょっと厳しいかなと。で超電磁フリーズも 54% あるんですけれども、ちょっと足りないなみたいな。ただその2つどっちか絡んで最後レールガンボタン出てきてくれたら、レールガンボタンって最後の当落に使われるんですけれども、それ出てきてくれたら全然大丈夫です。 77% あるので、こやつはレールガンボタンはまだね、まあそんなにめっちゃ打ってるってわけでもないですけど、外したことないです。まあライトミドル帯なんでね、239分の1なんで、もう全然優しく打てるのかなと思うんですけれども、僕自身も含めて700、800とかやっぱ平気でハマるってハマるんでね、199と239の壁もね僕の中ではあると思ってるんで、だその分破壊力強いんで右打ちの、そこをね一番にお見せできればなと思います。だからね、もう BGM このインストロメンタルなんだけど、まあ楽器だけみたいな、ボーカルが入ってない BGM なんですけど、これだけでももう頭をよぎる青春時代が。なぜかと言いますとね、本当にこれはね私のオタクの起源をたどるお話になりますが、まず、まあ、レールガンインデックスに出会う以前にフリップサイドさんっていうアーティストの方の歌を聞いたんですよ。それがレベル5ジャッジメントっていう歌なんですけれども、ここにも搭載されてますよ。
それを友達がいい歌だから聴いてみなって中学1年生2年生の時に聴いて、この歌やべえみたいな、アニメの歌って聞いたけど、なんかそれまで見たことがなかったんで、アニメっていうのを、アニメの歌ってこんなにかっこいいんだって思って、もうずっとそれをひたすらリピートで、もう当時は CD なんで、もうあのポンポっていうのかな、なんかずっと聴いてて部屋でこう体育座りしながら、でこれなんかアニメのキャラクター書いてあるけど何のアニメなんだろうって調べて、レールガンだったんですよ。でレールガンを最初から見て、オンリーマイレールガンっていうのを知って、おかしくなるってなって、そこから始まりました、僕の人生。だから本当に僕レールガンっていうか、まあまあなんならもう起源を探すのはフリップサイドさんなんですけれども、この辺に出会ってなかったらもうマジで僕アニメというものを多分見てなかったので、っていうね、やっぱ本当感謝の作品ですね、この台は、台はっていうか、まあこのアニメは。だからその十何年の時を経て、もうパチンコ化されて、もう正直本当に嬉しいですね。うわー、来た来たわ、新生変態モードいきました、これで、赤ちゃん詰め、ここにゴールドがつけば金ちゃん詰めたんだけど、つかなかった。チェイサーで、怒り1、いや大丈夫でしょ、いやこんなもんじゃ収まんない。 あれ黒子の、よしよし、金 OK、 OKOK、 もうこれでブルリン OK、 ナイス。新生、新生ですか、大丈夫、これ行くわ、これ行きます。で新生変態モード40、ゲゴダボタンチャンス。新生変態モード自体 45% なんですけれども、コスプレ編が出てきた瞬間大当たりの子です。絶対降臨ってはい、まあはい、これが普通の方ですね。ここでフラッシュとかどんどんこうギジってギジってってやってくるんですけども、 OK、 ナイス、降臨変化。ピンクもう一回、まあ、演出格上げしつつみたいな、もう一回オッケー、何、黒子フラッシュで紫ですね、もう赤金あるんで、だからもうここで虹出る場合も全然あります。もう一回、もう一回、よしよし、オッケー、何、ホリアか、赤ー、8、金保留でございます。もう 80% 超えてますよ。金保留は外しちゃいけない、赤は全然外れちゃう、これは超えよう、超えよ、超えよ、超えて、やめます、超えて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 、ちょ、どれ行く、これ、サビ上等の、これこの台で一番センスリーチです。あの、むしろもう三坂美琴さんじゃない、サビ上さん来ますね。身構えてどうする、お前、俺の最弱はちった響くぜ。でも僕こっからあの上条とは行ったことないんだけど、あれレベル上げとかしないのかな、ここで。あー、リアルフォース流れてる、ちった響くぞ、これはいただきます、もう全て揃っております、上条さん、よっしゃー、響いたわ、もうね 90% ぐらいあるから、ありがとうございます。投資6500円、129回転です。でね、このあとね、ここで当たるとこのあとストーリーでね見れるんですよね、ボーナス中に。で美坂美琴ボーナスなので、まあ93%、まあ、時短突破の方を目指して頑張ろうって感じですね。まあ知らない方からしたらアクセラレーター悪いやつだと思うんですけど、そうじゃないですよ、あの本当にみんな被害者で、みんな加害者なんです。レールガンですと、2期で見れます、2期のね、もう後半ら辺で見れるんで、聞けた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 、やっと、これはいけ、いいんですか、おー、中学生の頃の俺、お前十何年後ここでおかしくなってんぞ、パチンコ屋さんで。はい、
ということで、ここで消化し終わった後、レールガンラッシュチャレンジいきます。内容は、まあ、あのレールガンラッシュと一緒なんですけれども、まあ、時短なので、まあ、ちょっと期待度が低めに設計されていると思います。163分の1、約163分の1引いてぶち込めばいいだけで、オンリーマイレールガンレベル5ジャッジメント聞きたいと思うんですけれども、ごめんなさい、本当にこれはもう僕だけの特権、フューチャーゲイザー勝ち、もう勝ちよ、なんだもん勝ち、帰れるこれで、俺もう楽しかった。これはね、レールガンの OVA という、まあ、特別編のね、歌なんですけれども、その特別編1話にしか使われてない歌なんですけれども、これ中学生の時聞いた時ね、発狂した、フリップサイドになりたいと思った、そんな一曲です。で、もうあの時短中は時短中、緑、ピンクで保留全然来るんですけれども、期待しすぎちゃダメです、マジで。赤でよしよし戦えるって感じなんで、で右中にレベル5予告とか出てきたらもう大当たり濃厚なので、まずはリーチかけて、で対戦相手美坂 VS 丸々って感じなんですけれども、ここではね、上条さんが選ばれたらもう大丈夫でしょって感じですね。来た、天敗してこれ激アツってですけども、天別王流あると思うじゃないですか、全然外れます。ただたまにするんですよ、天別でも。ちょっとね、保留に色がついてれば全然期待できたんですけど、いえ惜しい。頑張れ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 、いやー残り5、いやーいけねえか、おゼロバーゲン、ゼロで、あ、これダメ、青じゃない、緑、青じゃないんです、あーオール青、逆にね、ダメか、ちょっと期待しちゃった、ありがとうございました、しょうがないしょうがない、もうこういう日もある、本当にいくらでもあります、まあ、今回は引けなくて駆け抜け、悲しい感じなんですけれども、まあ収穫はありました。フューチャーゲーザーを聴けたという、もちろんね、アップルミュージックから聴くフューチャーゲーザーもいいんですよ、筐体から聴くフューチャーゲーザーもっといい。あ、次はもう曲だけ聴いてんじゃなくてね、ちゃんと勝負しようと思います。おいー来ました、ブーケ、まあガローケと一緒です、刺されば80%あります。私自身まだ刺さったことはありません、ジャンさんが刺さりまくってます。刺され、ダッシュ、惜しい。ジャンさんはめちゃめちゃぶっ刺すけど、めちゃめちゃ外してるんですよね、本当にこれ 80% あるってジャンさん言ってたんで、逆に刺さんないんだよな、これ全く。1番で当たりを1回経験できた、レールガンを僕は何枚でも全然入れますよ、だってレールガンだもん。祈りは届くから、いきます、2枚目。これが公開される頃にはもう1ヶ月ぐらい経っちゃって遅い話になると思うんですけど、昨日ね、本当に昨日、今日20日なんですけど、19日に寺井一択さんと、スクープ TV の寺井一択さんと宇佐美ペロリナさんがご結婚されたということで、本当におめでとうございます。チームレンジローはね、彼女なし、全員独身、僕含めてみんな独身で、彼女がいない、もう何年いないんですかって話よね、うちのチームは。かよっこ、これ使わないとじゃん、独身の話。さあ最強美坂さん、これ注目ゲストの一つ、なんで直話か、ただこれで赤保留 OK、 激アツ、まあまあまあ、もうレールガンボタンもう全部頂点にフリーズ、はいチャンス、はいチャンスで、こっから出てくる、よいしょー、レッツゴー頂点にフリーズ、全力だ、来い、 OK、 これでもう 54% ありますよ、2個絡んでます、レールがボタンくれば もう大丈夫です。え、金、あ、なんないんだ、 AIM バースト、まあ、僕これ最初エイムって呼んでました。でここで欲しいのはこのボタンのレベルアップなんですけど、途中で
伊坂美琴がバンとフリーズしたらもう激アツ行く。シスターズがちょいちょいこうやって増やしていくのはまあいつも通りなんですけれども、これでぞ、これで何個か増やせばみたいなね、個数もあったんですけどちょっとね覚えてないんで、もう関係ない。レベル5まで行けばいい、そしたらもう当たりで、レベル3で止まるのはダメレベル3いっちゃ弱いんで赤カットインね、ピンク、うわっ、オッケーオッケー、まあまあ、これがレベル5ボタン見つからみました、ありがとうございます。独身万歳、独身万歳、独身万歳よし、早い早い早い、おっちだだだだ、はいはい、タイミング完璧なんですよ、右移るタイミングとオーニーマイレールが流れるタイミング。もう俺とかじゃなくて、来年は、来年はじゃない、今年は誰かでレンジのチーム彼女を作ってて結婚してほしい。無理だな、無理だ、ああ全然そのお茶気がない、話しすぎ。はい、ということで再突入、引き合い引き合い、ここで行こう、100回転。じゃあ今回はやっぱ出会った曲レベル5ジャッジメントでいこうと思います。行きます、はい、止まって、まずまず止まることがアイテム OK で、ここにチャンスとかがあって2000突破したら 50% 以上あります。2000突破、いやなんかせいやみたいな、あーチャンスアップなかったっす。ここにねチャンスって書いてあるんですけど今回なしなんで、そもそも発展するか危ういやつ。バリッ OK 成功ナイス。ここ超えたら麦野さんもしくはフレンダー、フレンダーだったら勝ち、いっちゃい、おー嬉しい。どうだ、じゃあ時短中だからちょっと期待は下がるのかな。で麦のチャンスアップがあれば押せる。いやあるっちゃある、ここでボタンバイブとかしてくれたら特にのない、惜しい、いい線いってた、あやばいやばい、この歌でも全然許せるわ。水が走る背中をいつかだらのこんなにも、え赤 OK 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 ナイス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 、アニメーションイルミ入ってます。これラッシュ中でもう 75% ぐらいあるから素晴らしいことでしょ。あ、びっくりした、なんて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 、いちぇーん、惜しい、何が、何してくれてんだよ。で、これここもあれば、あー、弱い、激墜、2期の1話、うわー、タイトルもね、赤がないとき、ここ緑で殺さないで、俺の一応赤、マジギリギリモリモリではないけど頑張れる、全力だ、よわーたーいったー、ギリギリ押した、もうあの赤で期待はできるんでね、よかったスッキリした、もう本当によし、これで3ボーナス、3ボーナス決定、これしっかり狙わないとあのパンクして終わるんで気をつけてくださいね。で蝶の色が赤色だったら2000発はいけんけど緑なんで分かんない、はい、こっから、まあ、僕はもう一撃が好きなんで一撃であなた2000発、3000発、4000発、600発が決まります。まあ、ビャーン来たら、ビヨーン来たら2000発以上、よし1回のボーナスにつき振り分けが 80% で2ラウンド 20% でマックスラウンドなんですけれども、3回とも全部 20%20%20% を引いていたら
4700発ですよっていう見せ方なんですよ。今回は 80%80%80% の2ラウンドの600発ですよと。大丈夫、僕マジでこれ得意なんで。はい、ということでラッシュ来ました。650発。こっからは信頼度が、まあ、実際に比べてもちろんですけども戻ります。で継続率 80% あるので100回転のうち68分の1引けばいいという。大丈夫、もうこういう選別だけでも十分。ほら当てるよ、 OK、 いいよ。ヒートタイムだよこれ。もうテンパしちゃうよ。チェスト、よし、うまい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 。もうこれ当たりが決まったんで、やっぱ4700発取る気合を入れよう。特に回らん言語ごとね。これはもう1話、第1話でございます。第3位、美坂美琴お姉様です。ありがとうございます。よーできてるよ。俺はもう一撃で何回でもやり直します。チャンスアップはラウンド中にボタンが出てきてって感じですね。この600発が連打するとやっぱもちろん出玉にもね、出玉が出ないので、あこれいくわ、これいく、これいきますわ、すいません、これいきました。何、いやーなんでここでさ普通に継続率うまい 80% を3回取ってんだろう俺は。はい、いきます。677、合計1700発。いや4000引っ張りてえなー。いや引っ張れる気がするんだ本当に。今は600発で我慢。 OK、 カード、これカードのレア度が重要。開け、ノーマルとかダメ、レアもダメ。 OK、 あかん、とりあえずここがいい。ウルトラレア UR くれ。 OK、 座る、大丈夫、素晴らしい、素晴らしい行動です。 80% ございます。ナイス。で一応これ演出中にこう右続けてこここうやってミニキャラが出てくるんですよ。今赤が出てきたんですけれども、虹色のラストオーダーちゃんが出てきたら、まあ、先に分かるっていった感じですね。まあ当たります。でラストオーダー出したい、ラストオーダー出したい。ラストオーダーはいないからちょっと怖いな。大丈夫でしょ、 SR 赤隊、よし行きましょう。いい加減取りましょうよ。まあなんか理論的に言うと 50% で2000発以上取れる計算になってるんで、まあいい加減ね、いい加減取ろう。ちょいい感じ、ちょいい感じ。虹、ちょっと待って、虹よ。いや2000以上は絶対もうかくってるんですよ。あ蝶のエフェクトが金スタートだったんですよ。で虹になった、これあるぞマジで。まあ法則とかあったらね、忘れてる、僕は覚えてないんで申し訳ないですけど。え4000何千、これさ4000じゃない、俺見たことあるか気がする、シダの時に。4000一発った、よっしゃやばマジで一発ったよ俺。俺ねこれあれなんすよ、ジャンさんと一緒に打った時に見たことあるなと思ったんですよ。引っ張ったぜ、引っ張だから。これ中身を蓋開けてみると3つの当たりが全部 20%20%20% っていう。薄いとこ得意、マジで得意、本当に。これちょっと特殊で、あとプラス1個言うの忘れたんですけども、3つ目がマックスラウンドだった場合の 50%、 あだから 20% あるうちの 10% を最終の当たりで引っ張ってた場合は時短3000回転つくんですよ。そういう時超電磁フリーズとかアクセラレーターボーナスといった見せ方するんですけども、これは取ってねえかもな、うん、取ってたらアクセラレーターとかで多分マックスボーナスいくと思うんで、おそらく今回取ってないですね。でもいい、もうなかなかないからこんなの引くの、奇跡に近いよ。4700ぶりか、4600で終了ですね。惜しい、4647だから一撃4000発取れちゃうっていう、ライトミドルなのにみたいな、えぐいって。
いやー、マジかなんでだよ、うまい下手人間。4000パット取ったのに。いや全然、もっとやれるはずなんです、この子たちは。もう一回狙える。レールガンを余すことなく楽しみます。モードがいっぱいあるんで、ちょっと僕が好きな先読みチャンスモードやります。でも先読みしなくても当たるとき全然あるんで。吹きイン、はい、最後黒子。あれ、吹きイン。ジャッジメントです。ナイス。はい、あれ、ラスト黒子いった。前世完全防衛。こんなこと言っといてあれですけど、俺これ防衛成功したことない。待って、ストーリー言ってんだけど。いや、先呼びしてねえんですよ。もう 70% オーバーですからね、ストーリー基本。怖い、当てたいよストーリー。エターナルパーリー。いや、いい歌の入り方だ。かっこいい、鳥肌立つわ。いや、すごいんだけど。待って、何これ、どの結構たが残るの。メモリッシュ赤レールガンボタン、レベル4お願いします。あー、先読みチャンスしてないからダメなんだ。そうですか。ちょっと、まあでも感動したわ。かっこよかったわ、かっこよかった。普通に曲の入りがもうマジでかっこよかったね、あれは。でも外してんだわ。外すか。青緑か紫緑。あー、どうも。すいません、ありがとうございます。オーガーペロ。なんかチャンスアップ入ってんだよね。こっからリーチに発展はある。あ、ネクストか。先読み。今お母様からお菓子いただいたんだけど、すいません、マジ申し訳ない。マジ先読みチャンスしてんの。なんかもう離ってここ。187回転、めちゃめちゃ早く頑張れてるわ。はい、それではいきます、レールガンラッシュチャレンジでございます。よし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 。箱は一箱使っちゃったぐらいですね。これこの1枚、これオニマイレールガンのジャケットです。ジャッジメントも出てくるんで、あのレベル5も2人でこうやって聞いてるやつ。はい、もう当てることを信じて箱変えます。モードは、先読みチャンスモードにしてます。左打ち同様、もう点滅来ただけでちょっともうフフッってなっちゃうやつ。右打ちの先読みチャンスがいっちゃおもろいんでね、点滅に大興奮不可避なんで、いっぱい入れるために箱交換したよ。アイテムミッション、先読みなし。アイテムミッション、おわー、チャンスありますね、ここ。え、待って、ここ突破したらもう勝ちや。ブレンダーいるもん。ここ突破したら当たり、当たりよ、当たりよ。麦のじゃなくてフェブリだったらもう、フェブリじゃない、ごめんなさい、あー、フレンダーだったら当たりなんですよ。先読みせい。やった、なんかぬるっと当たったわ。でしょ、もう交換しといてよかったんですよ。もう大体あの1段階目でね、無理だって場合が多いんですけども。
いやじゃん。ん？大丈夫だよな、時短中も大丈夫だよな、これは。悪いわね、これでゲームオーバーよ。デカ立ち、デカ立ち、嬉しすぎ。よし、ラッシュ入りました。色、蝶の色、蝶の色、あーにゃーちゃん、緑の蝶。まあ仕方ない、これはもう。いや、たまにはチャンス選んでみますか。まだラウンド中にポコポコと押せるチャンスがあります。で、まだやったことのない学園都市ラッシュエクストラの方行きましょう。こちらも、ゆるふわ系の感じでね。はい、残念。学園都市ラッシュエクストラはバトルとかいうよりかはこう、おいー、あ、なんならこっち開いてましたチャンスアップパターンでやっちゃうとね、まあ、仕方ないですけど、こっちが開いちゃうんで、まあ、分かっちゃうんですよ。こっちがマックスラウンド、上が小ラウンドみたいな感じなので、まあ、仕方ないですけど、ありがとうございます。幸先よし、2000かな。はい、2400発かな、2371。いきます。ちょっと見えにくいかと思うんですけど、左下でシスターズちゃんがねくるくる回してるんですけれども、これが多ければ多いほどチャンスです。14でいっちゃった。で、サテンさん、サテンさん、まあ、一番リーチ的には弱いけれども、ただ普通にあれ、崖都市ラッシュじゃなくて、もう一個なんだっけ、レールガンラッシュエクストラのよりか期待度がある。 40% あります、これだけで。はい、灰になりました。頼む頼む、学園都市ラッシュ、何もやってないんだけど俺。やった、よしよしよし、ゲジヘンド、ゲジヘンド、もうしまくれ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 、エフェクトも白じゃない、オッケー、この先リーチだから、オッケーオッケー、リーチはかかる。残り5よ、残り5、これしかない、もうチャンスが。もう点滅ホールってのは怖い。赤、よし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 、1カウントダウン、0で、まあ6割以上ある。ナイス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 、で黒子さんのリーチでしょ。頼む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 、ここは一旦戻してこ、全部可愛いシスターズ、よし、よくぞ戻した俺、ナイス、95回転、怖いって。どうだろうか、はい、告知タイプ、あ、そういうのあんだ、自力告知、あー、ウィハルサテンちゃん、このラッシュで告知の仕方も違うんだ。ちょっとレールガンラッシュエクストラに戻しますね。次、可愛いのは分かったんですけど怖い。で、一発告知、ごめんなさい、もう先分かっちゃってるんですけども、こっちが開いてるんで、1個目のボーナスはマックスラウンド引っ張ってましたね。はい、ウィハル可愛い、いきます、レールガンラッシュエクストラ、こっちは先読みチャンスしていいと思う、俺は。すいません、交換させていただきます。あれ、今赤でしたよ、熱いけど先読みはしてません。はい、ファードセーブ、一番弱いですが、タイトル赤だったら全然ありえるぐらい。赤、先読みちゃん、先読みしなくても当たるから、必ずしもね、赤カットインね、おっ、先読みちゃん、楽しい、好きなアニメ、好きなマジンコ台に弾が出るってね、シックすぎるわ、今度も、もう先読みチャンスやめます、先読みしないんで、早い、7回転、超電磁かアクセラレーター引きたいよ俺。何色だ、緑からの、あー、緑のまんま、もう一撃でございます、いけ、よし、OK、
2000以上ですね。最強ムタケ2000。なるほど、2ラウンド2ラウンドマックスラウンドだけど3000回転の時短取れてなかった。そこ下手くそっすね僕。5000発ありがとうございます。よし、ネルガボタン、いやーい、お久しぶり。600発。いや、どっかでこれはいい連チャンを醸し出してるから、どっかでアクセラレーターか超電磁フリーズ引きたい。はい、約7000発ですね。6989。私がなぜ、まあ、フューチャーゲーザー含めレベル5ジャッジメントオリマイレルが大好きか、まあ、それはもう曲から入ったからっていうのは先ほどねお伝えしたかと思うんですけども、これもうね一生孫にまで俺自慢できる話があって、大学1年生の時に、まあ、英語系の大学、英語科の大学にいたんで調子乗ってバイト代貯めてバックパッカーハワイでしたろうと思ってハワイ行ったんですよ、一人でね、英語も喋れないのに。そしたらまさかのハワイ空港にフリップサイドのコンポーザーの方、サットさんという方がいて、八木沼聡さん、もうめちゃめちゃ好きだったから もうもちろん知ってて、もうでもね、プライベートで来てらっしゃるし抑えなきゃいけない、抑えなきゃいけないけど、もうフリップサイドのサットなんですかって言っちゃって、そしたらうわそうだよって言ってくれて一緒に写真撮ってもらったんですよ。いまだに家宝にしてます。もうマジで自慢なんでね、もうねパチンコソロとやられない方、やる方がやられない方か分かんないですけれども、ありがとうございます。その説はもう何年前ですか、7年前ぐらいですけれども、フリップサイドに出会わせてくれてありがとうございます。これマジ一生自慢できる。いやーダメでした。いやまあ、悪くない悪くない成績だったんですけど、まず着実に球は増えてっております。ただね出せてないな、出したいんだよな、超電磁フリーズゾーンとかアクセラレーターボーナス。はい、うまい、大感謝、ありがとうございます。なんでだい、下手くそ本当にもう。はい、ということで以上になります。なんかこうグーンニュってなっちゃって、ね、申し訳ないですけども、やっぱ出したかったアクセラレーターボーナスか超電磁フリーズ、右打ち中に、ね、出れなかったですね。ただそれと同等のレベルの4000発出せてよかったです。1回しか出せなかったですけど、また次ね絶対出すんで、もう本当にもう愛してやまない機種の一つなんで、また次打つときよろしくお願いします。ありがとうございました。ど根性、あー隙間に刺さった、痛い、くそ、安全バットじゃねえのかや。はい、ということで会社に帰ってきました。はい、そして結果なんですけれども、あれ携帯、はい、結果なんですけれども、1日目インデックス投資22,000円、回収11,992発と、そして2日目なんと投資3,000玉、回収15,123発、総投資が8,500発、回収が26,000発ですね。あのね、まあ、僕打ったけどやっとまあレールガンが打てたなっていう気持ちもあったんですけども、まあ、総評してどっちもいい、僕はね今後とも多分打ち続ける日記師かなと思います。はい、ということで最後までご視聴していただきありがとうございました。インデックスが好きだよって方いいね、レールガンが好きだよって方チャンネル登録、両方好きだよって方両方ともお願いします。では最後にいきましょう。BGM 流れた。はい、待って。右の振り分けの 10% で2400。紫より、まあまあ。ああ、だっと。ああ、ジッチ。これ。もしやアマレジですけどね、これ何回も言いますけど、あ、長い来た最後まで動画をご視聴していただきありがとうございました。俺は一方通行よりは一時停止だ。